フライズとは、アメリカ合衆国フロリダ州、フォートマイヤーズ出身のラッパーである。代表曲に、ショーティー、バスト・イット・ベビーなどがある。1976年7月1日に、フロリダ州、フォートマイヤーズで生まれる。その後、成長した、彼は、兄と共に、ビッグ・ゲイツ・レコーズという名のレコード会社を創設し、本格的にラップ活動を始めた。 二枚のミックステープで、初日メイドを上げていき、2004年に入ると、アトランティックレコーズ参加のメジャーレーベル、スリップ N、スライドレコーズとの契約に成功する。2006年7月2日、彼が出場したライブ会場でのパフォーマンス時間を、めぐっての抗論が加速し、発砲事件にまで、発展、5人が負傷した。プライズとその友人たちは、 重機不当所持の疑いで逮捕され、そのうち友人二人が有罪を言い渡された。一時は音楽活動自体が危ぶまれたが、メローなトラックにダークなラップを乗せるという、彼独特のラップスタイルがしばた叩く間に、全米で人気となり、2007年にリリースした、ファーストアルバム、ザリアルテスタメントは、見事初登場2位を記録した。収録曲、ショーティーは、全米9位。 プラチナディスクに認定されるなどヒットした。2008年6月10日には、セカンドアルバム、Definition of Real をリリース。全米初登場2位を記録し、ゴールドディスクを獲得する。収録曲、Bust It Baby は、全米7位とヒットした。2008年12月16日には、サードアルバム、The Realist をリリースしている。2010年6月4日には、 フォースアルバム、グーンアフィリエイテッドがリリースされた。全米アルバムチャートでは、初登場5位を記録。2006年7月2日、プライズが、ナイトクラブで行っていたライブ中に、パフォーマンス時間をめぐり口論になり、発砲事件へまで発展した。その日は、プライズのパフォーミングの後に、リルブージーというラッパーが控えていたのだが、 プライズが持ち時間を超えてパフォーミングしたことに対して、開催者側が即パフォーマンスを中止する様に命令。しかし、それを不服としたプライズ本人が猛抗議し、結果的に5人の負傷者を出す発砲事件へまで発展してしまった。彼は事件以前に A コンのセカンドアルバムコンビクテッドに収録されていた全米ナンバーワンシングル。 アイワナファックユーにゲスト参加していたが、この一連の発砲事件により、曲中の彼のラップ部分が、スヌープドッグのものに差し替えられた、クリーンバージョン、アイワナラビューとしてリリースされている。主なアルバムとミックステープ。ありがとうございます。